5月13日現在、コミット銀座で販売しているエクスプローラー1になります。全部で5つになります。右から14270、そこから114270が4本続く形です。並べてみるとやはり気持ちのいい光景になっております。まあ、シンプルなんですけれども、本当にどのような格好にも合わせやすいというところで、ファーストロレックスなんかにはもってこいのエクスプローラー1だと思います。今ならいろいろ種類があってお試しが可能になりますので、ぜひですね、この機会に店頭で見ていただけたら嬉しいです。まずおすすめしたいのが114270シリアル K 版のエクスプローラー1となっております。こちらはですね、使用感のほとんどない微中古品というところで、全体的に綺麗な仕上がりですね。また一番いいとされるポイントは、ノンポリッシュと思われる個体というところで、やはりノンポリをお探しのお客様にはお勧めできるんではないかなと思っております。保証書箱等の付属品はついておりまして、価格としては518,000円税別というところで、当店としては出させていただいております。次にお勧めする商品は14270 U 版のエクスプローラー1となっております。こちらはシリアル8頭の U シリアルというところで、A 版のシリアルなどにも見られるオンリースイスの表記のエクスプローラー1になります。オンリースイスも非常に生産期間が短い商品になりますので、この辺なんかはちょっとしたポイントですけれども、レア度が少し高いアイテムになっております。使用に伴うわずかな小傷はございますが、ケースはしっかりした個体というところで、提案させていただいております。価格に関しては48万円税別で現在店頭で販売しております。3つ目におすすめするのが114270シリアルランダム版の商品となっております。こちらを聞いただけで何がおすすめなのか分かる方もいらっしゃると思いますが、114270でシリアルランダムというのは非常に個体数が少ないアイテムになっております。理由といたしましては、現在の現行商品214270の移行期に作られた商品というところで、世の中的に出回っている数が非常に少ないことによる値段が高騰しているレアモデルとなっております。こちらの商品自体は前オーナー様がサイドのシールはそのまま貼ったままで使用していたということもあり、シールが付いているというところ、サイドですね、それとバックルの方にも一部シールが残っております。全体的に使用に伴う小傷はございますが、ケース等はしっかりしている状態の一点になります。価格といたしましては928,000円の税別で店頭販売させていただいている商品になります。こちらがスタイリングショットになります。シャツなどのきれいめな服装、またカジュアルな洋服にも合わせやすいエクスプローラー1になっております。今回もコミット TV をご視聴いただきありがとうございました。今回ご紹介させていただいたエクスプローラー1の詳細は説明欄の方に URL を添付しておきますので、ぜひチェックの方をお願いいたします。またチャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いいたします。